まーす。リミットフォーと申します。よろしくお願いします。そうですね、聞いて分かる通り、我々日本であまり、ね、知られてないバンドを月頃でやってるわけなんですけども、まあでもその今日本で、ね、売れてるバンドっていうのは、我々今やってるような、昔ながらの外国のロックであったりメタルっていうジャンルであったりっていうのを、インプレッション受けてインスピレーションを受けて、やってきてるので、まあ、そんなもんやと思って、聴いてもらえたらなと思います。次の曲
ありがとうございます。今日はマシンガンライブということで新入生が、たくさん来てくれているんですけども、どうでしょう、ちょっと軽音楽部これもライブ見て興味持ってくれたなって思う方いらっしゃいますかね。あれかわいい、お前軽音楽部や。 ありがとうございます。まあ、ちらほらいるって感じなんですけど、まあ、今晩のライブをね終わった後はあのプライベートでちょっと話もできたりする晩ご飯みたいなのを用意しているので、そこにね一回来てもらって、そこからまた考え直してもらえたらなと僕は思っています。はい、ほんで次はなんとリミット4、俺はリミット4を4年間やってるんですけど、初の日本の曲やります。
こんな曲をやるの初めてですけども、知ってる方はね、思ってると思うんですけど、はい、次は僕たちらしい曲というか、やりますね。で、皆さんにも歌ってもらおうかなと思うことで、また僕ら史上第2弾、日本の曲持ってきました。で、みかんってみんな知ってますか？愛媛県のみかんって皆さん知ってますか？愛媛県の和歌山のみかんはダメ、愛媛県のみかん知ってますか？よし、みかんの歌